かけみたいな。私、まあ、ダサいんですよ。見ての通り、ちょっとなんか、私服が。全体的。けど、言わない見えても言わない。私じゃあ、ちょっと、ね、お相手するの失礼だなっていうことで、天才メイクアップアーティスト、呼びました。伝説の美容部員、エミさんという方にね。エミさん、はい。初めて聞いた。その方に、メイクしてほしくないですかということで。してほしいです。してほしいですよね。ということで、まあ、ここから私たちと一回も退場して、エミさんをちょっと呼んできてもいいですか。あ、じゃあ、エミとのコラボはここまで。エミとのコラボはここまで。エミさんが来てくれました。はい。よろしくお願いします。はい、でもすごいね、結構なんか斬新なメイクをされることで有名なので、うん、ちょっともしかしたらびっくりしたかもしれないんですけど、うん、でももう、それがプロなんで。はい。よろしくお願いします。お願いします。エミさん呼んできます。エミさん。エミさんと、お願いします。失礼いたします。はじめまして、私、美容部員の、えみと申します。お肌の調子とかどうですか？ちょっと最近乾燥がひどくて、乾燥の原因っていうのは大体お肌をちょっと甘やかしすぎてる。あ、スパイスを加えてお肌も刺激してあげないとどんどん衰えちゃう。最近我々の間で使ってるのがこちらなんです。こちら見えますかね。こちらの S&B さんの本わさびというものなんですけれどもね、海外セレブとかって皆さん下地に使ってらっしゃるんですね。へね、一緒に見てもらってもいいですか。結構多めに撮ってもらって、でこうシャーッとするとほらすっごい馴染んで、こんなに馴染んでるわさび見たことない。テクスチャーがね、すっごいテクスチャーって感じで、今すごいテクスチャー界の中では割とテクスチャーで塗らせていただくんですけど大丈夫ですか。はい。ミランダカーとかが公式で押してて、失礼いたします。 あすごい潤いが、すごいレディーガガの気分です。今ちょっとあの塩分を染み渡らせておりますので、ここが終わったらやっとメイクに入ります。大丈夫です。次に使うのがお肌ですね。次お粉叩きましょうということで使うのがこちらの片栗粉なんですけれども、ブラシで叩いていこうと思います。失礼いたします。何笑ってんだよ。はい、というわけでね、最後使うのもあと一つです。こちら黒のアイライナーこれが出てきて一番安心してますまずね、今一番女性が美しく見えるライン何か知ってますか。顔の中で、わかんない、ほうれい線なんですね。ほうれい線、そう、皆さんほうれい線消したがってるんですけれども、意外と描いてあげる方が可愛くて、うん、失礼いたします、ね、もう可愛いおいおいもうちょっと可愛いじゃないですか。目元なんですけれども、なんかアイライナーってキワキワに引いてあげるのがいいと思ってません、ね、結構。でも違うんです。オーバーリップみたいな感じで、オーバーアイライナーっていうのが最近の、まあ、流行りなので、結構オーバーめにね。でこっからなんですけれども、まつげをこうよく見せたいなと思ったら、多分普通の方ってつけまつげつけたりとか、まつエクつけたりとかすると思うんですけれども、それもすごい古くて、もうそれやってるの日本人ぐらいなんですね。海外セレブが何をやってるかっていうと、かきまつげって言って、まつげ描いちゃうんです。やっぱつけても取れちゃったりするじゃないですかね。でも描くと取れない、取れたら描けばいい。すごいやっぱね、大人ま
つ毛が長いんで、着替えがあります。かわいい。虫みたい。眉毛。で、眉毛は、やっぱり今人気の方の真似をどんどんしていくとかいいと思うので、今一番人気ってやっぱ妹彩子さん。やっぱ人気なので、やっぱ妹さん風に、結構しっかりめに描いていきましょう。あとなんか、お肌気になる部分とかありますかね？全部ですね。鼻筋ですか？確かに鼻筋ちょっと気になりますよね。鼻筋も描いちゃいますか？あとなんか気になるとかありますかね？全部ですね。自分の唇がプルプルと見せかけて、結局あいつらも描いてるんですね。近くで見たらこんな感じなんだ。そうですそうです。だいたいこう唇が美しい女性って描かれているので、やっぱこう固定概念に固定概念にとらわれずに、やっぱ積極的に描いていかないと、これからの時代流行全然ついていけない。仕上がったかなって感じは仕上がったかなって感じはあるんですけれども、他なんか気になるとことかあれば全然言っていただけたら、話することは可能なんですけど、どうですかね。全部気になります。これかわいい、まあ、全部気になりますけど、これかわいい。あ、お似合い。潰してやろうか、これ。すごいかわいい。これ潰してやろうか。すごいかわいい。すごい、似合ってあったらいいです。もうやろう。かわいい。